皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も謎解き探偵ガールで遊んでいくわよ。さあ、ステージ29、食中毒の原因と、ノロウイルスとかですかね。クエスチョン1、ある中華料理屋で多くの客が腹痛や嘔吐を訴えた、提供された料理のうち、食中毒の原因となったらどの料理と考えられるだろうかと。見ただけでわかるんですか？ノロウイルスですかね。あ、皆さん同じメニュー食べてるってこと。左奥の方もぐったりされてますけど、これでしょ、多分。違う。日帰りランチを指せばいいんですか？違う。んどこ？どの料理でしょ？これでしょ？違うの？あ、正解と。同じでは。解説、すべての料理を食べた客が食中毒になったわけではない。苦しそうな表情をしている客の目の前にある、客の前にあるレバリナ炒めが怪しいと。レバリナのレバーってことですかね。炒め、ちゃんと炒めてなかったってこと？熱を通してないと。クエスチョン2。その日、たくさんの人がレバニラ炒めを注文した理由は何だろうと。日帰りランチだったからですかね。お、奥なんか、いいともさん風の、あれですね。さあ、では解説。当日のおすすめランチは、レバニラ定食だったため、多くの人がレバニラを食べたようだと。ああ、いいですね。こういう定食屋さん、行きたいですね。さあ、クエスチョン3。どうやらこの一件の真相に心当たりのある人物がいるようだ。それ誰だろうと。お父様、お母様？お母様の方ですかね。なんか胸に手当ててるから、ああ、やっぱりね、みたいな。やっぱりね、みたいな。おっと、正解。解説。割烹着の女性は顔が青ざめて目をそらしている。何か知っているようだ。この後、保健所の聞き込みが行われたと。クエスチョン4。保健所の調べと割烹着の女性の証言でレバニラ定食に毒性の強いあるものが混入したことが分かった。それは何だろうと。なんか左の奥にあるお花、ユリの花かなんかですかね。毒性があるんですか、こちら。さあ、解説。テーブルに、水仙ですか。水仙が生けられている。女性が水仙を店に飾ろうと厨房に持ち込み、流しにつけていたところ、店主がニラと間違えたようだと。水仙はニラとよく似た茎をしていることから、誤食事故が絶えないと。間違えた店主は当日体調が悪く、香りの違いに気づかなかったようだと。なんか似てるんですね。まあ、毒キノコとかもありますからね。皆さん、食べないようにですね、注意してください。それでは今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。